はいどうも、こんちゃくれです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回は間もなく登場濃厚タイムスリップ第1弾予想をやっていきたいと思います。 はい、ということで、いよいよですね、登場が迫ってきたタイムスリップ第1弾でございます。まあ、この第1弾はですね、毎年注目度が非常に高く、ランキングをね、走るよって人も非常に多いんじゃないかなと思います。で、まあ、ここまでですね、タイムスリップの動画っていうのは、新規選手予想と、あとは査定年度変更予想みたいな、まあ、ところの動画はですね、すでに出してますんで、まあ、まだね、こちらの動画見てないよという方は、ぜひ見ていただければなというふうに思うんですけれども、まあ、今回はですね、過去に登場した選手も含めて、まあ、年度が空いてる 選手とか、まあ、今年出そうな選手っていうところを、まあ、中心にね予想していこうかなという,ふうに思いますでまた登場日であったりとかガチャシステムっていうところについても動画の後半部分でね、えー、お話をしていきたいなというふうに思いますので、まあ、ぜひですね、えー、動画最初から最後まで見ていただけると嬉しいです、まあ、そして、まあ、ぜひ皆さんもね、えー、予想しながらこの動画を楽しんでいただけると嬉しいですということで早速本編行いきましょうどうぞ さあ、ということで、まずは阪神からですね。はい、阪神は、まずこんな感じで4選手へ筆頭候補とさせてもらいました。まあ、過去出たことあるところで言うとですね、このエグサ選手ですね、が、まあ、去年出てなくて、一昨年出ていて、えー、まあ、2年周期、最近のタイムスリップが、まあ、2年とか3年とかで、ま出てくることが多いので、まあ、そう考えると、やっぱり筆頭候補にはなってくるのかなと思います。 で、まあこのエグサ選手ね、登場した時にも話題になりましたけど、ツーシーム A なんですよね。で、まあさらにタイピンも持ってるということで、まあ実質ツーシーム S と。まあ他の球種がね、めちゃんこ強いってわけじゃないんで、まあ一時的な強さとかワンポイントみたいな部分でね、まあ結果的には終わったかなというふうには思うんですけど、まあでも、阪神純正のね、人にとっては持ってるかどうかで戦力層大きく変わると思うんで、まあこう取り逃してたって人は欲しいっていう人もね、多いんじゃないでしょうか。まああとは岡田さんですね。はい、まあ、ここに関しては、えー、監督就任された去年のタイミングでね、 まあ出るかなとも思ってたんですけど、この OB の、えー、ものから一度も出てないというところなんで、出れば4年ぶりにね、えー、なりますんで、まあここ欲しいっていう人も多いんじゃないかなと思いますね。いや、さすがに今年は出そうな気がする。まあ去年結構ね、あの今岡さんがいきなりセカンドでアーチストで出てきたりっていうところもあって、まあその時点でちょっとないかなっていう感じはなっちゃったんですけど、まあ成績も含め圧倒的ですからね。能力変更とかどうかな。まあ特能はちょっと変わっても良さそうな感じするけどね。まあでもずっと同じなのか。 この初代の写真めっちゃかっこいいな。な、でもこう見ると能力もずっと変わってないんですね。タブポジがついたぐらいか。まあ、ちょっと久々の登場っていうところなんでね。まあ、そのあたりも楽しみな、えー、ところかなとは思います。はい、続いて広島です。はい、広島主な登場候補選手をこんな感じでピックアップしました。まあまずなんといっても丸選手ですね。はい、ここに関しては、まぁいろいろとセレクションとかもあったりはするんですけども、広島版はですね、この2020年のものから、 まずっと毎年出てるんですよ、ね、なんで移籍1年目の2019年以降ですね2019だけは出てないんですけど、まあ、2021、えー、で2223ということで毎年カープパン出てるんでまあそう考えると巨人版のタイムスリップとかが出ない限りはまあ広島版今年も出るという想定ができるんじゃないかなとは思っています。 なんでちょっと前の福留選手の中日版みたいな、まあ、そんな感じの位置づけになるのかなと思いますね。でも、まあとはここ査定年度変更予想の話でもね言ったところであるんですけど大竹選手とかは、まあ、このバージョンもねもちろんあり得るとは思うんですけど査定年度バージョン え違うバージョンというのもあるんじゃないかなというふうには思ってます、まあ、あとはやっぱり目玉になりうるのはここかな新井選手ですね、まあ、直近だと侍ジャパンのものがえ広島版できましてで去年はタイムスリップ阪神版でえ出ていたわけなんですが、まあ、おそらく今年は広島版で出てくるんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあ、査定年度の部分がねこの2005年のバージョンか、まあ、もしくは2016年 の MVP を取った年っていうのもあり得るかなと思っているので、まあそうなった時に査定がどうなるかっていうのもう一個楽しみなポイントではあるかなと思っています。まあでも広島は今年もタイムスリップ野手特にね、強力になりそうな気がします。はい、続いてベイスターズです。はい、ベイスターズ4選手ピックアップこんな感じさせてもらいました。ちょっと野手がね、多いラインナップにはなってると思うんですけど、 投資コーチ系がね結構ガラッと変わってて、まあ、番長はもちろん継続でタイムスリップにはなってるんですけど結構直近出てるところで言うと斎藤隆さんとかもう今年投資コーチじゃなくなっちゃったんで対象外なんですよね。 っていうところでちょっとピッチャーの予想が難しいんですけど、まあ、感覚的な部分で言うんだったらこの鈴木貴則コーチが、まあ、2年出てない、まあ、1年出てないっていうべきか2022年から出てない去年出なかったっていうところなんで、まあ、2年周期っていうところを考えても、まあ、そろそろまた出てくるかなっていう感じはしますでピッチャーっていうところでいうとこの砂田選手かな砂田選手の査定年度でいうと2019年になりそうなんでこれかなこれに近しいような え能力で出てくるかもしれないですねでもこれ超大ピン20丸なんで僕ずっとこれ残してるんですけど、まあ、今は中日にね、えー、在籍をされているわけなんですが、まあ、出る可能性はあるかなと思ってます まあ,あとはやっぱり、梶谷選手ですね。はい、ここが、巨人移籍してから、えー、タイムスリップでは一度も出てないので、まあ、そろそろ出てきてもいいかなという感じはしますね。まあ、でも、ここは高段道で出てくるのか、ライドラで出てくるのかっていうところで、ベイスターズ純正の人のオーダーに入ってくるかの、まあ、評価が分かれるかなという気はしますね。でも、あとはね、えー、先日復帰発表になりました、筒子選手も一応候補には入れました。まあ、たださすがに第1弾ではないと思うんですよね。うん、第1弾ではないものの、 まあ可能性的な部分で言うとまあ前のねあの都合選手の動画でもお話をしましたが秋山選手がね、えー、後半で出てきた前例があるんでまあこの都合選手も3段以降とかだったら全然ありえるかなというふうに思ってますまあでもベイスターズもちょっと野手が多くなりそうな予感はしますねはい続いて巨人ですはい巨人はまず亀井選手ですねはいここを予想の一人にさせてもらいましたただこの亀井さんはねちょっとイチローセレクションの匂いもしてるんですよねまあすでに一郎セレクションの開催時代はねもう発表 されているわけけなんですけど、まあ、誰を選ぶかっていうところで同じ WBC でね、イチローさんと、まあ、同じ外野手っていうところでもあるし、ちょっと巨人の選手、あんまりなんか誰を選ぶっていうのがイメージできない部分もあったんで、まあ、亀井さん、結構ありえそうだなと思いつつ、まあ、そうなるとタイムスリップが出ないってことになるんですけど、まあ、でも感覚的には、えー、去年出てないんで、ピックアップさせてもらいました。 あとは桑田さんですね。はい、こちらも当然タイムスリップ対象になるわけなんですけど、まあ今年ちょっと査定年度変更ありかなとっていうふうには思ってるんですけどね。まあ、もちろん圧倒的な成績っていうとやっぱり89年のこの数字になるんですけど、まあ2002年にもね、最優秀防御率。防御率だけで見たらこの年よりいいんで、まあそっちが出てくれると、球種とかまたね、ちょっと違う感じになりそうかなと思ってますね。 まあちょっと今の環境、桑田選手がリア台で使えないっていうのも悲しいしね、まあ、変わったとでどうかっていうのはあるけど、ちょっと面白い能力にしてほしいなとは思ったりしてますね。はい、であとは二岡さんですね、こちらも3年ぐらい出てないのかな、この2011が最後になってると思うので、まあ、僕もね、これ実は昔の2018年のやつ、いまだに極みで持ってるんですけど、まあ、そこが出てくるんじゃないかなとで、査定年度変更も可能性ありかな、ちょうどね、この2006年っていうのは、まあ、最近も話題になりましたけど、2打席連続満塁ホームラン。 を、えー、打った年の成績で,で今この2岡さん29本打ってて中段道なんですけど僕これ高段道とかでもいいと思うんですけどねまあそうなるとちょっとね今ショート坂本選手も通常で出てこないのでショート2岡使うっていう人も出てくるんじゃないかなとは思いますまああとはまだ出たことがないんですけど巨人版の村田選手ですねうんここはずっとまあそろそろ出るんじゃないかなと思い続けて早何年か経ってるんですけどまあ今ロッテでコーチされてるんでね対象、えー、になっていますはい続いてヤクルトまずヤクルトヒット候補はやっぱ池山さん ここはタイムスリップ対象になってからもうずっと毎年え出てますよとえー、ところ今のところ3年連続かなで、えー、出ていますので、まあ、流れ的にも今年も、ね、出てくるんじゃないかなとなんなら僕は1段1発目に出てくるんじゃないかなというふうに考えていますでも、まあとはね2年前のタイムスリップで1段で出て結構盛り上がったこの幽平選手、まあ、こっちらアーティストの超広角という、ね、能力で出てきてたんですけど、まあ、去年は出なかったっていうところで、まあ、今年でもありえるんじゃないかなと思いますね やっぱ野手、まあ、当初ももちろんそうなんですけど、まあ、OB に比べて、ちょっとやっぱタイムスリップ、目玉が薄い部分もあるんで、まあ、この悠平選手なんかはね、まあ、数少ないアーティスト降格の目玉になり得る選手、タイムスリップの中では、まあ今年中村典弘選手がも対象外なんでね、まあ、そう考えると、やっぱ出てくる可能性は結構高いのかなとは思います。で、その上でさらにあり得るのが、この山田選手ですね、まあ、ここがタイムスリップ初登場っていうところも、まあ、大きく可能性としては あるかなとも思いつつただ、侍ジャパンでね出たばっかなんで、どうだろうな、同一球団でね、この侍から TS っていう流れで出た選手はいないんですよね、まあ、去年の流れを見ると。って考えると、まあ、今年は池山雄平あたりが優先的に出てきて、山田選手は来年とかっていう世界戦もあるかなという考え方はしています。まあ、あとは小川選手ですね、ここはずっとタイムステップ予想にしてますが、 まあピッチャーの新規ってなるとやっぱり、えー、ヒット候補になってくると思います。はい、続いて中日中日はまずヒット候補としては森野選手ですね。はい、ここはもう2年ぶりに。 え、出てくるんじゃないかなと思ってます。この森野選手ね、出た時そんなに話題にならなかったんですけど、まあ、今の環境だったら結構話題になりそうな気がしますね。まあ、プルヒではあるんだけど、ただ、全なしした時のパワーの上がり方、まあ、能力の上がり方がえげつないんで、普通に最新スピリッツだったらめちゃくちゃ強いんですよね。だし、まあ守備もいろいろ守れるっていうところではかなり優秀ですと。で、まあ,あとは荒木さんですね、まぁ、あ、この間 WBC で井端さんが出たばっかなんで、っていうのもあるし、まあ感覚的にもちょっと空いてるんで、まあ、今年はありえるんじゃないかなと思ってます。 場を組みたいっていう人向けにまあ、出してくるっていう路線をね、まあ僕は勝手に想像していますまあ、中日はねちょっとこの2人福留選手も対象じゃなくなったし中村のりろさんも対象じゃなくなったしっていうところでまあちょっとね野手の目玉の部分がまあ、数年前に比べると少なくなっちゃってるんですが、まあ、FA 移籍したマタヨス選手とかあとは大野雄大選手 まあこれはちょっと違う年度のものになってますけど、まあ、上 2CM バージョンとかが出てくるとまた1つねタイムスリップ違った目玉になるのかなという感じはしていますはい続いてオリックスですオリックス主な登場候補選手こんな感じでビックアップさせてしまいましたまず過去出てるところでいうとやっぱ金子千代選手去年もこちらね出てきて2年連続かな今出てるんですけど、まあ、なんとなくですけどほぼ毎年出るような選手になるのかなっていう気がしてる であとは T 岡田選手まあこれ去年出てるんで今年どうかなとも思うんですけどちょっと査定エンドを変えた上で特殊能力フルスイングとか、まあ、これこの間の動画でもお話ししましたけどまああるんじゃないかなっていう気がしてますあとは東選手とか、えー、寺原選手あたりがまあ新規のねタイムスリップ登場選手としては候補になってくるかなと予想していますまあオリックスもちょっと予想難しいんですけどね中島監督とか今年出そうな気もするしいろいろ楽しみな選手はいっぱいいます続いてロッテレッサーロッテはまずヒット候補この堀選手 野手になってくるとこの堀選手がまあ去年出てないであと多分前回出た時結構ねこの堀選手を狙ってたっていう人も多かったんじゃないかなと思うんですよねセカンドで広角、えー、持っててライトラでチャンス20丸ででも、まあ、守備もまずまずいいというところで、まあ、今の環境ともマッチしてるんで、まあ、もし出てくれればね狙いに行くって人も多いんじゃないかなと思います、まあ、あとちょっと今回ここには名前入れてないですけど福浦さんもね えー、野手でいうと筆頭候補ではあるかなタイプ的にもで、まあ、ピッチャーの筆頭候補でいうとこの大谷選手ですかね、まあ、この大谷選手もね結構強くてツーシーム B で、えー、タイピン持ちとさらにコントロールも持ってるんで、まあ、ちょっとなかなかねいないタイプのピッチャーですよとで、まあ、あとは新規っていうところでいうと木野選手と増田選手ですねこの辺りが、まあ、結構可能性はあるかなまあ、増田選手なんかはねずっとまあ、能力のタイプはあんまり大きく変わってなかったんですけどまあ、ただ QEA 直近のものとかねなんか なかなか行けなくなっちゃったりもしてるんでまあ、そろそろのタイミングでもあるのかなという気はしますまあ、去年もねあの松永選手とか出たりして、まあ、ロッテいろいろね話題にもなりましたけれども今年の TS も楽しみですはい続いてホークス主な登場候補選手こんな感じさせてしまいましたまずは長谷川選手ですねまあ、ここが、えー、去年出ていないということを考えるとまあ、頻度的には可能性あるかな2年周期かな今のところ2 0 202022でその前が19 まあ、ここは連チャンで出てるけど、まあ、直近1年間は出ていないということなんで、まあ、出る可能性あるかなと思っています。まあ、あとは和田さんですかね。まあ、これね、通常がね、s にめちゃくちゃ強いんで、TS の価値っていうところで言うと微妙なんですけど、 まあこちらも査定年度変更があり得るのかなと予想をしていますまああとは新規選手の話で言うとやっぱ東山選手ピッチャーで言うとここが筆頭にはなるかなと思いますまあ直近シリーズ2で出なかったっていうのもあるし、まあ、タイミング的にもいいのかなという気はするまああとはやっぱりギータっすよねまあここが出るかどうかというところはやっぱ注目が集まるかなとは思うんですけどでも通常の S ランクがまだギータ出てないじゃないですかってなるとなんかそれよりも先にタイムスリップを出してくるっていうのはなんかあんまりないような気もしたりする 部分ではある出るならなんか後半で通常が出た後っていうイメージもありますね。まあ、もちろん先に出る可能性もゼロではないです。はい続いて楽天。楽天はまず今井さんですね。はい、こちらなんといっても,も今年から監督なんで、えー、まあ楽天版出る可能性非常にあるかなと思います。直近1年出てないですね。ただロッテ版も優しく出てなくて順番的に言うとまあロッ ななのかなどうなんだろう、まあ、順ぐり順ぐり来てるわけじゃなくてこうロッテロッテロッテ楽天みたいな感じで来たんでちょっと何とも言えないよねまあでも監督初年度っていう意味では楽天版で出てほしい気もしますけどねでも、まあとは新規になりますけれどもやっぱり田中将大選手かなまあここがやっぱ一個筆頭ではあるかなと思います ま、直近のものはね、オールウェイ、ついに行けなくなっちゃったっていう部分でも、まあ、タイミングとしてもいいのかなっていう気はします。まあ、あとは楽天時代の森原選手、今はベイサーズにいますけど、森原選手とか田中和樹選手あたりも、ま、候補であるということで、直近数年間に比べるとね、やっぱり楽天の TS は、今年は候補は結構いるなというか、まあ、移籍した選手とか、まあ、監督コーチになっていく選手も含めて、ま、対象は結構いるかなという感じですかね。 はい、続いて西武です。西武もまずは監督である松井和夫さん。こちらが筆頭ではあるかなと思います。 去年は楽天版かなが出てま松井稼夫さんは非常に分かりやすくてまあ最初だけセーブセーブってなってますけどセーブ楽天セーブ楽天みたいな感じで交互に出てくれるんでまあこの順番法則でいくと次はセーブだよねっていうまあところかと思いますまあ一時期はねこの松井稼夫さんもみんなレギュラーで使ってたりまみんなっていうかまあ多くレギュラーで使われてたスイッチヒッターっていうところで右左もね自分の好みで使えるっていうのもあるしまあ結構多かったんですけどねまあ今の環境で言うととちょっななかなか難しい 部分もあるけど、まあ、でもやっぱりショートでオール a っていうのは、ね、やっぱかっこいい能力ですよね。でも、あとは西口さんですね。こちらも去年出なかったんで。 えー、出れば2年ぶりの登場と、まあ、西武投手陣もねだいぶ強化されてるもののやっぱりこの西口さん持ってるか否かでねだいぶ戦力層変わるんで、まあ、ここをね最近始めた人で、えー、持ってないっていう人なんかは、まあ、全力で取りに行くべき選手になるかなというふうには思います、まあ、あとは新規選手っていうところでいうと N キラ選手森選手この2選手をね挙げているんですが、まあ、直近ねあのオリックス版がめっちゃ強化されて話題にもなってる森選手ですけど、まあ、移籍2年目っていうところがねやっぱ1個元の球団で出るトリガーっていうか まあ解禁みたいな部分に一個なってるああさっきの丸選手とかの話もそうですけどっていう傾向があったりはするのでまあ今年可能性としてはあるかなとは思いますはいでラスト日本ハムですねはい日本ハム後半4選手こんな感じですはいまずは出たことのある選手でいうと太田選手かなまあここは可能性あるかなと思いますこの TS が初登場だったっけタイムセーブだとこれが唯一出てるって感じだと思うんですけどまあ日本ハムのオーダーで見てもねこのライト守備へっていう部分では まやっぱり貴重さがあるかなと思います。まあ、あとは高橋真司さん。ここはね、個人的にファーストのメイン適性になって、サテエンド変更バージョンも結構あり得るんじゃないかなと思っていますで。個人的に新規予想でまあ当たりそうだなと思ったのがこの森本一人さんですね。もともとずっと OB でね、出てるんですけど、今コーチやられてるんで、えー、OB 対象から TS 対象に変わっていますよとで。森本さんを語るとね、やっぱ新庄さんはってなるんですけど、いやなんかね、新庄さんがここまで2年間出てない。 タイムスリップ対象でありながら出てないっていうのはなんかやっぱ不自然だなと思ってて、まあ、あんだけね就任初年とかビッグボスムーブメントが起きてた中で、まあ、出ないっていうのは、まあ、何かしらの兼ね合いがあるのかもなってちょっと思ったりしてる部分はあるんで今年あえてね筆頭候補には入れてないんですけども,もちろん新庄さんも対象にはなります。 ま、あとは、近藤選手ですね。はい、こちらも、ま、さっきの森選手の話にも近しい部分にはなるんですけど、ま、移籍2年目っていうところは出てくる可能性も結構あるかなと思います。出るとなると、この年のものの可能性が一番高いのかな。2019シリーズ1に近しい能力かなと思っています。 はい、ということで、まあ、以上各チームのです、ねえーまあ、直近出てなくて今年出そうな選手っていうところとかまだヒット、新規広報選手まとめっていうところでありましたけれども、まあ、最後にですね登場日とガチャシステムについてそして12選手のピンポイント予想、えー、して終わろうかなと思いますまずは登場日に関しては、えー、おそらく4月の25日でほぼ確定だと思いますというのは、まあ、次のガチャ更新は4月の22日になっているんですけれども、まあ、イベントは4月の25日までという形になっていましたので、まあ、そこは若干ずれているよねと。ので、まあ22日 にイイベントを重ねてタイムセープってタムっいうのはほぼあり得ないとでなおかつイベントの終了時間が12時59分になっているので、まあ、イコールでメンテナンス入りそうだねとで基本的にはメンテナンス後にはですね大きいガチャが来ることが多いのでまあやっぱり純粋に考えればタイムセーブ第1弾が来るという流れになると思います。 でガチャシステムでいうと第1弾は30連で1枚 TS が確定というガチャになっていて、まあ、それ以降はなしというガチャシステムになっていますで OB 同様にです、ね、タイムスリープも基本的にその最初のガチャが来た後でランキングイベントが終わった後に狙い撃ちガチャっていうのが来るので、まあ、ランキングを走れないけど、まあ、1選手欲しいとか という方は、その最初のガチャを回しまくるのもいいんですけど、まあ、狙い撃ちガチャの方が安く収まる可能性は高いかなと思います。あ、ま、とはね、えー、当然ランキングイベントも、えー、同時開催が確実かなと思うんで、おそらくヒーローズかネットスタジアムだと思うんですけど、まあ、なんでちょっと熾烈にはなると思いますが、そこを走るのも手かなという風には思います。はい、ということで最後にですね、えー、12選手ピンポイント予想を出して終わりたいと思います。今回のピンポイント12選手予想こんな感じです。はい、ましょう 正直ね、1、あのー、段はやっぱ予想できる要素がマジでない。 まあタイムスリップっていうところで、母、ま、数、あ、はね、限られてる。そもそも出れる選手が監督、コーチ、現役の選手に限られるっていうところなんで、まあ、もちろん絞られるは絞られるんですけど、でもやっぱりこのポジションがどうたらこうたらとか、まあ、1段であのポジションが出たから2段はあのポジションはないだろうみたいな、そういう予想ができないんで、まあ、1段は非常にね予想が難しいというか、ほぼフィーリングになっちゃうんですけど、まあ、でもなんとなくね、僕1段の目玉に池山さん持ってくるっていうのは予想してるんですよね。まあ、あとはもう一人、バッターの目玉っていうところで言うと、新井さんとか、また、あ、は岡田さん もねやっぱり欲しい人多いと思うしでピッチャーの目玉っていうところで言うとやっぱマー君かな、まあ、マー君はもう通常 S ランク最初グランドオープンで一発目で出てきたんでねっていうところではまあ早い段での、ね、タイムスリップ登場っていうのも全然ありえると思ってますはいまあそんな感じで結構リーグリア対もに今バランスは良くなっているんじゃないのかなっていう、まあ、気はするんですがこんな感じの予想いかがでしょうかぜひ、まあ、ね、えー、皆さんの予想もコメント欄で書いていっていただければと思います はいということで以上今回はタイムスリップ第1弾予想をやっていったんですけどもいかがだったでしょうかまあこの動画を見てね、えー、少しでもタイムスリップよりね楽しみになってもらえたら嬉しいです僕も非常に楽しみにしてるんでまあ、やっぱシリーズワンでちょっと盛り下がる時期ではありますけれどもやっぱこのタイムスリップでね、まあ、誰来るかっていうところ本当に1個目玉なんでまぜ、あ、ひ、ねえー、その辺りも注目してサプライズにもちょっと期待しながら、えー、待ちたいなというふうに思いますまあ、繰り返しになりますけど<あ>ぜひです、ね、皆さんの、えー、登場を期待する選手出てほしい選手出ると思う選手コメザルで教えてください くださいぜひこの動画少しでも参考になったタイムステップより楽しみになったという方は高評価チャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました アパレルブランドコーチから4月の新作アイテムをリリースしました。今回は半袖の T シャツが2デザイン。それに加えて長袖のワイシャツとキャップの4種類展開になっています。今僕の手元には黒があるんですけれどもえ、それぞれ半袖 T シャツこんな感じになってます。で、ワイシャツもね、まあ、こんな感じで表と裏にね、それぞれデザインが入ってます。個人的にこのワイシャツめっちゃお気に入り。で、キャップはこんな感じですね。で、さらに今回新生活スタートダッシュキャンペーンとして発売日から2週間送料が無料になるキャンペーンも実施いたします。でさらに さらに昨年ね、発売した半袖 T シャツ2種類。まあ僕も今ね、これ着てるのもそうなんですけど、まあこの2種類が20%オフになるキャンペーンというのもね、まあ、同時に開始となっております。ぜひ今回のアイテムもお早めにチェックしていただけると嬉しいです。以上、お知らせでした。